クイルダルとは、13世紀初頭に、チンギスカンに仕えた、マングト部族長。原子などの漢文資料では、カシコ当時、修士などのペルシア語資料では、キュイルディーハーと、記される、モンゴル時代の下北東下領。中央部には、クイルダルへの領地対安州モンゴル部族の、属祖伝承では、ボドンチャルの子孫にナチンバートルという人物がおり、ナチンバートルの西ウルー代、マング代から、 ウルト氏マングと氏が分岐したと伝えられている。クイルダルはマング大の6世孫であり、テムジンが登場する頃にはニーグユークともに、マングと氏族長の一人として知られていた。テムジンとタイチウと氏のジャム家が対立した際に、クイルダルの兄が率いるマングと氏の大多数は、ジャム家側につき、クイルダルは兄に、テムジン側につくように説得したが果たせなかったため、少数のマングと氏を率いて、 テムジンに仕えた。テムジンがクイルダルに対して何時の兄が去っていったのに何時はなぜ一人ここに泊まったのかと問いかけるとクイルダルは矢を取り出しこれを追って使えるべき主に使えず性を終える人間というのはこの折れた矢のようなものでありますと語った。クイルダルの誠意を知ったテムジンはセチェンという称号を与え安打となる役を交わした。このためこれ以後モンゴル騎士や 終始といった資料の中で、クイルダルは、クイルダル、セーチェンと呼称されている。これ以後、マングと兵を率いるクイルダル・セーチェンは親族たるウルト、死の兵を率いるジュルジデーとともに、テムジンキカの有力将軍となり、終始によると、バルジュナコに退却した時のモンゴル軍の半数は、マングとウルト兵によって占められており、またクイルダル・セチェンは、左翼軍の中で、ジャライルブの国王、 無かりに次ぐ地位にあったという。モンゴル被子、原子、修士といった諸資料は一致して、クイルダル、セチェン最大の功績として、ケレート部の恩官との決戦で先鋒を務めたことを挙げている。恩官との対決にあたってテムジンは当初ウルート兵を率いるジュルチデーに先鋒を命じたが、ジュルチデーが馬の縦紙を無知で撫でるだけで答えないのを見て、クイルダルセチェンは、 自らが先方を務めると願い出た。さらにクイルナルセチェンは、自身が突撃して、眼前の丘に、マングト士族のブーチ色の塔を打ち立てれば全軍がこれに、続くでしょうと語り、一万一自身が生還できなかった場合には、孤児となる我がこの世話をすることをテムジンに頼み込んだ。モンゴル騎士によると先人として突撃した、マングト軍、ウルート軍は奮戦して、ケレート側の先法である。 ジルキン兵を粉砕したが、後人のトベゲン兵の長であるアチクシルンが、槍でクイルダルセチェンを突き刺し、やがて、モンゴル側が劣勢となった。モンゴル軍は、なんとか傷ついたクイルダルセチェンの身を確保して逃れたが、重傷を負ったクイルダルセチェンはテムジンが栄誉を移す、途中で亡くなった。テムジンは、クイルダルセチェンの死を深く惜しみ、ハルハ下流域のオルヌー山半崖に手厚く葬った。 クイルダル・セチェンの遺言通りテムジに改め、チンギスカンは、クイルダルの維持モンケカルジャを攻遇し、1206年のモンゴル帝国成立時には、クイルダル・セチェン名義の先人隊とモンケカルジャ名義の先人隊を創設し、オホデーカーンが即位する頃には、実質に先人隊を支配する先人隊長として知られた。クイルダルの後衛が支配するマングド部は、ジャライル部、 コンギラト部、イキレス部、ウルート部と共に、左手の五等化を構成し、クビライの即位を助けた功績によって大元ウルす、下の有力部族として知られるに至った。ありがとうございます。